はバター、牛乳、お水、お塩で熱い水分を入れて一気にでんぷんを固化させてあげたいんですね。これぐらいが目安になります。ぐるっと絞ってますね。焼き上がった時に後ろひっくり返してみると、理解していけばお菓子作りの失敗というのはものすごく減ります。